んんさんこんにちは最近俳優さんをスキャンしたりモーションキャプチャーしたな映画だと時間などの拘束もありますがキャプチャーした本人のデータがあると他のゲームや映像作品に使えるなと思いますもちろん契約に拘束されると思いますがこうした本人のデータの著作権や肖像権はどこに帰属されるのでしょうかまた何年間そのデータを使用できるなどはあるのでしょうかというご質問です。 龍が孤くのことを言ってますよね。はい。まああとあれかな。最近だと、えー、まあね、あの小島プロダクションなんかは、まあデスストランディングも、えー、まあ多分メタルギアシリーズもそうでしたよね。おっしゃる通り、えー、契約ですよ。 龍我如くシリーズっていうのは実在する役者さんをねキャプチャーして、まあ、何ならご本人の絵面としてあの登場されてねでああやって作られたものが今「えー、と龍河如く、えー、極み」のシリーズでリメイクされてあの出てますよね今ね初期の、えー、龍河如くの時に、えー、登場していた役者さんの、えー、顔モデル 今の竜が如く極みと見比べてもらったらわかると思うんですけれども明らかに違う顔になってますタイトルごとの契約なんだなってことがきっとそうなんじゃないかなって想像することはできますよね肖像権という法律がありますそして著作権という、まあ、法律もあります未来英語ずっとっていうわけにはやっぱりいかないんですねあの手のやつっていうのはものによってはねあのずっと使ってもらって構いませんよみたいなこともあるとは思いますけれどもいわゆる買い切り契約っていうものもありますけれども、まあ、通常はやっぱり限度があります 例えば10年前に作ったゲームっていうのは10年後に例えば今 PS5 が出ていてっていうのはまあ想像ついたかもしれませんけども世の中のこのサブスクのサービスとか配信ビジネスが中心になっていくとかっていうところっていうのはやっぱりこう世の中の変化っていうのは予測はつかない部分もやっぱり出てきますので今目の前にあるえまあ法律の範囲にのっとって契約書っていうのは作られますしそうでない部分に関しては別途協議の上検討っていうふうにあの代材書かれます。しい サービスが始まった時にはこの部分ってどうしましょうってなってその都度当事者同士で話し合って契約をじゃあ延長しますかしませんかみたいなことをやってますしそこでお金が発生するしないということもやっぱあります。でただですねあの 著作権及、えー、び著作人格権、えー、そして肖像権と言われてるものはあの基本的にはあの本人に、えー、帰属しますのでまあこれ契約書の書き方によってあのお金を払ってる側、えー、それを利用する側が、えー、どこからどこまでの範囲内で利用できるのかっていうことはやっぱあの契約書に大体事細かに書かれますグレーゾーンに関してはあの話し合って決めましょうっていう、えー、状態にはなるんですけどもなのであのうん。 ずっと使いっぱいで好きにしていいっていうことでは決してないっていうことだけは知っといてもらえるといいなって思いますし実在する人を使用して商品を展開することによってまあそれだけでインパクトが生まれるしある一定のその方の知名度を活用できるっていう利点ももちろんありますので会社さんによってまあ戦略とかは決めていかれると思いますけども。 うちでは窓の道ないんでそういうフォトリアルなね、えー、ものを作ってるわけでもないのでセガさんがこういう質問コーナー作ったらええんちゃうかなではまた